の同様作詞は、辰巳聖歌、作曲は、渡辺茂。焚き火と表記される場合もある。1941年に、NHK のラジオ番組、幼児の時間の番組案内のテキストである、ラジオ小国民で、死が発表され、同年の12月に、幼児の時間の放送内で楽曲が発表された。戦後の1949年にも、 NHK のラジオ番組、歌のおばさんで、松田都也安西愛子が歌い、大衆に広まった。2007年には、日本の歌百選に選出された。作曲を手掛けた渡辺は、辰美の手がけた詩について、ほのぼのとして温かい気持ちになり、歌心、子供心を捉えた詩だと評している。印象に残る、ピープーの単語は、北国の出身の辰美だからこそ考えついた。 ものだという指摘がある。素朴さを感じさせる曲は、子供の声の音域を考慮し、全体的に歌いやすい高さにまとめている。焚き火だ焚き火だのように二度目に繰り返す箇所は、子供の高まった感情を表現にするために、一度目の繰り返しよりも音程が高くなっている。続く、あたろうかの死の箇所はリズムが変化しているが、明るい声を発することが容易となり、 温かい雰囲気の演出につながっている。そして、誰にもわかりやすい旋律を用いてまとめている。2015年行われた、全国同様ランキングで18位になっている。ジャスラックには、焚き火として登録され、作曲、渡辺茂、作詞、辰美聖歌とも没後70年を経過していないので、著作権は有効である。中野区城高田にある、 焚き火の歌発祥の地。一般人の住居であるが、中野区による説明板がここの傍らにある。貸し冒頭の垣根の風情が現在も見ることができる。当時、辰美は東京都中野区上高田に在住していたが、自宅の近辺には樹齢300年を越す大きな欅が6本ある、欅屋敷と呼ばれる家があった。その家には、欅の他にも、 菓子やムクノキなどがあり、住人はその枯葉を畑の肥料にしたり、焚き火に使ったりしていた。欅屋敷の付近をよく散歩していた辰ツは、その風景をもとに詩を完成させた。同年の9月に、幼児の時間のコーナーの歌の稽古12月分で放送するために、辰ツの詩に曲をつけてほしいと、NHK 東京放送局から渡辺のもとに依頼があった。 詩を見て、ずっと探し求めていた詩だと感じた渡辺は、垣根の垣根の、焚き火だ焚き火だなどの繰り返す言葉を気に入り、詩を口ずさんでいるうちに自然にメロディが浮かび、10分ほどで五千譜に音符を書き込み完成させた。12月9日と10日の幼児の時間で楽曲が流された。当初は12月9日から3日間の放送で流すことを予定していたが、 12月8日に太平洋戦争が勃発したために初日に放送されると軍当局から焚き火は敵機の攻撃目標になる落ち葉は風呂を焚く貴重な資源だからもったいないと NHK に批判があり11日の放送は戦時番組に切り替えられた1949年歌のおばさんで放送されたことで全国の幼稚園や保育園や小学校に広まり 1952年からは、小学1年生の音楽の教科書にも、掲載されるようになったが、消防庁から、街角の焚き火は危険、防火教育に差し支えないよう考えてほしいと、批判があった。それを受けて、教科書に掲載する際には、差し絵に焚き火と、人物だけでなく、火消し用の水が入ったバケツが描かれるようになった。また、下焼けおててが、 もうかゆいとある2番の歌詞に着目した化粧品会社が子供用クリームの宣伝にこの作品を使いたいと辰巳の元に依頼が来たこともある。辰巳は宣伝に使われれば高額のギャラが入ることを知りつつも教科書に載っている歌を宣伝に使うのは困ると断った。辰巳の生誕地の岩手県市和町にある市和町総合公園、辰巳が 中野区から引っ越して生涯住み続けた東京都日野市にある、朝日川丘中央公園、そして兵庫県赤石市の二見公園の3カ所にある。ABCD、e 同様、消化風だより143ページ。ABCD、e 同様、消化風だより145ページ。同様、消化風だより144ページ。AB、同様、消化風だより142ページ。 ABCDEF 心に残る日本の歌101121ページ。同様、消化風だより143から144ページ。大人のための教科書の歌207ページ。同様、消化風だより146ページ。ありがとうございます。